選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想を聞かせていただけますか。いややっぱり苦しい試合になってしまって、まあ勝ったんですけど、まあ、悔しいですね。特にどんな部分が悔しかった。やっぱり一個一個ちゃんと強いのを入れれなかったんで、KO できるっていうやっぱりこの強いパンチなり蹴りなりを入れれなかったのが悔しいですね。それはこう相手の何かにこう対して警戒していたとか、まあ、ご自身でこうちょっとやりづらいところがあったとかありますか。まあ、もちろん五井選手本当にフルスイングだけじゃなくて、やっぱり結構やっぱプレッシャーもありますし、やっぱ蹴り下からになっても蹴り上げあったり、やっぱりうまい本当に戦う前見ているより、やっぱり戦ってみてやっぱうまいところがやっぱ多いんで、それの心でちょっとやりにくいところもありましたし、ちょっと今回まあ試合が1回金太郎選手の試合流れて、その間に膝やってしまいまして、でもう10日ぐらい本当にまともに歩くことできなかった感じになって、ちょっとだいぶやばいなと思ったんですけど、本当に病院でいつも見てもらってるドクターやったりトレーナーさんが本当に昨日の夜も見てくれて、毎日のように治療してくれて、それで何とか立てることができて、まず本当にほっとします。ありがとうございます。まあ、その先ほど大井選手の話も出てきたんですが、戦ってみて戦う前と後の印象、まあ、その上手かったという話もあったんですが、具体的にどういうところもとあったら教えていただきたいですか。まあ、パウンドをもっと強いことを打ちたかったですね。でもそれの対処がやっぱり蹴り上げももちろんですけど、パスしてからも肘だったり鉄槌なだりを強いのを打てなかったんで、そういう細かいところで抑えられてしまったんで、上にいるのにいいのを当てれなかったのが大井選手の噂だと思います、はい、ありがとうございます。試合終わってから奥さんともうお話しされている場面もはいちょっと、はい、どんなお話されましたか。まあ、もうなんかほっとしてたと思います。本当にまあ、息子も見に来てたんで、今日子供の日なんで、もっと解消してるところを見せたかったんですけど、まあちょっと苦しい3ラウンドになっちゃったんですけど、まあ、まあほっとしてくれてました。とりあえず決まりましたやっぱり、はい、ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますか。ちょっとまあもちろん今年まあこんな偉そうなこと言うのはあれなんですけど、やっぱりベルトを取るためにやってきてるんで、僕は上位陣を全員食っていって、一個一個しっかり勝ち上がりたいですね。ありがとうございます、はい、オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。マスコミの皆さん、ご質問ある方、はい、それでは合格熊久保さんお願いします。はい、合格熊久保さんです。よろしくお願いします。お願いします。かと思います。2ラウンドの終盤の方からかなり両選手ともスタミナが効いてかかってたんじゃないかという感じが受けたんですけども、実際どうでしたか。ご自分とは相手から感じたことはどうでしたでしょうか。まあ、自分必死なんで、ちょっと鼻血出ちゃったのもあって、鼻血出ると本当に呼吸できないんで、それも大きくて、でやっぱり僕ちょっと10日間ぐらい本当に動けなかったんで、足悪くて歩けなかったんで、やっぱりそういうのもあって、スタミナ切れにつながったですね。本当にダメですね。大井選手の方も、はい、削られてるって言ってました。まあそうですね。でも大井選手いい殺気があるんで、まあお互いまあまあバテてるなとは思ってました。なるほど。それだけの怪我を負って欠場しようっていう選択肢はなかったんですか。そうですね、今回はちょっと欠場するのもやるのもどっちも僕プロやと思うんですよね。アマチュアレスリングの時なんか試合欠場したらもうそれで
じゃあ例えばそれがオリンピック予選だったり、それがオリンピック本番だったり、欠場したらもうそれで終わりなんで。でもこの MMA プロの試合ってまあ欠場、負けるぐらいなら欠場、大怪我を負って負けるぐらいなら欠場っていうのもプロだと思うんですね。その断る、こともすごい、すごいことだと思うんですよ。でも僕は今までその経験もないし、でしかも今回は僕のために組んでくださった大会、魚井選手だったり、そんな中で僕が欠場するっていうのは1ミリも考えられなかったですね。でももうとりあえずできる限りの治療はしようって思って、本当にドクター、トレーナーに毎日のように見てもらって、本当に周りの方にお世話になってここまで来れてよかったっす。でとりあえず勝ててよかったっす。現在の状態はどうなんですか？今、まあ、とりあえず半月板やっちゃって、で、まあ、靭帯とかは僕もずっと何回もやってたんですけど、ちょっと初めて半月板やって、それをかばうのにちょっと足首じゃないの、足の甲だったりの方も変な激痛が起こることになって、歩けなかった、もう足を曲げれない、指曲げれないみたいな感じになって、本当に痛風じゃないのかなぐらいの、痛風になったことないんですけど、そんな状況やったんですけど、本当になんとか治療でここまで来れてよかったです。本当にシャドウも今日初めてやったし、ここまでできてよかったです。本当にまあそういう状態ですけど、そのそういう苦しみを乗り越えられて勝ちたというのは、自分の中では自信だったのでいい経験になりましたか？まあそういう、のかもしれないですけど、やっぱりそこで怪我してしまった自分が悪いですし、怪我した俺のせいですし、これはああいうもっとちゃんと決めて勝つっていうのを僕はやって練習してきてるんで、それで怪我したからってああいう3ラウンドもつれてちょっと苦しい試合になるっていうのもは良くないんで、とりあえず僕なんか勝ったんすけど悔しいですね。出し切れてなかったなと。ありがとうございます。ありがとうございます。